シーリングスタンプをよりおしゃれにするクリーム、塗るとこんな感じなんだけど、シルバーとゴールドがあるんだけどね。こちらですね、多分アゼストさんって読むかな、こちらで買ったんですけど、もう使ってるんですけど、スタンプ用クリームのゴールド、ちょっとお高いから悩んだんだけど、めっちゃ使い勝手はいいですね。はい、買った場所は楽天なんですけど、こちらですね、もう使ってるんで、ちょっとなんかねっていう、チップが汚れてるのは使ったからです使ったからなんですけど、はい、こっちシルバー、ゴールドとシルバーがあったので両方買ってみた。まずはゴールド買って、めっちゃゴールド使い勝手が良かったからシルバー買ったんですけど、ちょっとさ高かったんだよね。なんか1000円超えると高いなと思って買わなかったけど、今かなり使ってますね。チップと本体が入ってるの、本体これぐらいのちっちゃいんで、開けるとねクリーム状になってるんだよね。使った後もめっちゃわかるけど、これがついてて、これでね、あのスタンプを塗っていくだけなんですけど、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけでいいの、マジで。これほんのちょっとだけつける、これぐらい、あ、ちょっと多いな、多いけど、まあ、私はね、はいで塗っていくんですけど、はい、ちょっとわかる、これめっちゃ綺麗に塗れるんだって。一瞬で綺麗に塗れるんで、これねちょっとちっちゃいなと思ったんだけど、だいぶ使えるというか一生分あるかもしれないっていうぐらいの量なんだよね。こんな感じでささっと塗るだけで、ちょっとだけつけるだけで高見えしない、さっきのスタンプよりも全然かっこいいスタンプ、おしゃれなスタンプになるのね。こんな感じで、この状態だとまだ色は手につくんだよ、つくんだけど、これがですね乾くのよ。乾いたらちゃんとさ手につかないというか落ちなくなる。でこっちシルバーも出していきましょうか。で、あのゴールドが良すぎてシルバー買ったパターンなんですけど、シルバー開けますね。これぐらいの、めっちゃね量少ないんかなと思ってたけど、ほんとさっきも言ったように一生分あるぐらいこんなちっちゃいけど、かなり量はね使える量めっちゃあるのよ。こんな感じでちょっとだけでいいんだけど、取りすぎると欲張ると、あのあれなのよ、ちょっと塗るの失敗するんだけど、優しくねこうやって塗ってあげるだけで、この柄がね本当に綺麗につくんだよ。これ通常速で撮ってるんだけど、結構早く塗れない、早く一瞬で綺麗に塗れるのでいいんだよね。こんな感じで塗り終わったんですけどなんか緊張してるか、アフレコねちょっと緊張し始めてるけど、どうでしょうか。でこれがですね、完全に乾いてない状態だった場合、こうやってね、修正できる、修正できるので、なかったことにできるのもいいよね。はい、蓋閉めときましょうかね。蓋閉めて修正もできるので、ちょっとさ塗りすぎたなっていう時は修正できる。こんな感じで、でサイズがこれぐらい、ゴールドとシルバーこんな感じなんだよね。量少ないなと思ったけど、めっちゃもう一生分あるぐらい。クリーム塗って5分後ぐらいですかね、乾いてるの、乾いた時にこうやってこすってもですね全然落ちなくなるから、いやなんか良くない、これこの柄がずっとキープできるというか、このゴールドがキープできるということでですね、塗っていこうかっていうことでやってるんですけど、はい、まあね溶けてる瞬間はですね10倍速にしておきましょう。でね、このアデストさんのシーリングワックス用のクリームがですね、実は買ったのが4月4月で、これを撮影したのが6月でした。で今編集してるのが9月なので、ちょっと時差があるんですよ。時差があるのはそこら辺はですね、私がハードディスクの中にデータを入れて迷子になってたからそうなったんですけど、ね、溶かして垂らしていくんですけど、ちょっといい感じじゃないみたいな感じになってて、スタンプを押しますね。押してみてムニッと、そして冷めたのでオープンですね。ちょっと手こずってる風に見えてるけど手こずってる、こんな感じ。ちょっと 3D 系の
スタンプにしてみたんだけど、ということで10倍速で溶かしていくんですけど、いやマジでですね、5ヶ月間ちょっと眠ってた動画だったのでちょっとすいませんね。でも結構生配信とか編集動画とかショート動画ではこのクリーム使ってたんですよ。で5ヶ月目ですよね。5ヶ月使ってみても結構減ってないっていうか、量がまだあるので本当に一生分使えるぐらいのやつなんで、ちょっと最初買うときにめっちゃ高いなと思ったんだけど、1個買っとけば追加で買わなくていいぐらい持ちがいいのでね、欲しい方はぜひっていう感じですね。冷めたのでオープン。この柄かわいいよね。色もいい感じに出たんじゃない。ということでですね、はい、ひたすらね塗りたいじゃないですか、クリームを塗りたいので、ワックスを溶かしてひたすらスタンプするっていう感じなんですけどちょっとテンパってるね。こんな感じでね、これ6月に撮ったやつかな、6月に撮ったので、今の9月かな、8月とか9月とは違う色合いとかになってるんですけど、こんな感じで垂らしていってスタンプを押していくんですけど、塗ったところだけ見たいっていう方は後半にあるので、スタンプを押すとか溶けるシーンはもういいよっていう方はね、後半まで行ってもらったらいいかな。こんな感じ。あ、このスタンプこんな可愛かったっけってなってますけど、はい、ということでひたすらですね溶かしていきましょう。10倍速でもですね緊張し始めて何喋っていいのか分かんないですけど、シーリングスタンプできた後にこう色塗るじゃないですか。色普段はマッキーペンで塗ってみたり、セリアさんのプラスチックモデルマーカーも塗ってるんですけど、ちょっと多い量が多いっていうかさ、広範囲とか、あ、でもこの色めちゃめちゃ綺麗だったんだよなって今思い出した。めっちゃいい色じゃない、この桜がですね、桜のワックスと白のワックスの相性がめっちゃ良かったの、今この動画見て思い出してましたけど、めっちゃいい感じ。冷めたのでオープン。いや、花柄がですねちょうどええ塩梅みたいになってる。あ、そうでした、塗り分けてるって感じですかね。ペンにするのかマッキーペンにするのかクリームにするのかって、シーリングスタンプの柄にもよるんじゃないかなと思ってるんですよ。で今回はですね、結構柄が全部に出てるスタンプに塗ってみようかなと思って、このちょっと 3D っぽい感じの、いや 3D スタンプなんだけど、 3D スタンプに塗ったらより可愛いんじゃないかなと思ってそれにしてみたのね。でスタンプを押す。こっちはですねうさぎちゃんの柄ですね。うさぎの柄、ワンポイントの柄ね、これに塗ったら可愛いんじゃないかなと思って2パターンのスタンプを用意して溶かしていってますね。ちょっとアンティーク系に憧れたんでしょうね、ここら辺で。多分シルバーとゴールドを塗るから似たような色を2個ずつ作ろうっていう風に思ってるんだと思うんだよ、この6月の私は。違うかもしれんけど、その日の気分でスタンプ押すから何とも言えんけど、スタンプ押す、あ、この時うまく押せてるね今の私よりもって思ったりするんですけど、こんな感じで。うさぎだから安易にですね、ピンクと白絶対可愛いやつやんみたいな感じの色合いでやってる。で溶かしていくじゃないちょっと雑談の間が下手すぎるけど、まあ、そこら辺はね、察して、半年前の動画見ても今の動画見てもさほど変わってない、言ってることは。で垂らしていってスタンプを押していきますね。スタンプを押す。ムニッと押して 2,3 分かかんだよね、冷めるまで。冷めたらオープン。こんな感じ。あ、これ違うスタンプ押してるやん。ちょっと立体の綿ですかね、綿の草ちょっと立体のやつを塗ったらどうなるんかなと思ったんだよね。ただですね、これ3ヶ月前の私の思考なので今の思考とはちょっとずつ違ってくるんですけど、はい、ちょっとしか言えんけど、でもいろいろねスタンプ押したかったんだろうね、この時は。
まだ増え続けてるスタンプがあるけど、いやこの角度さ結構いいんだけど、今ちょっと違う角度にしちゃってんだけど、あこの角度も良かったなみたいな感じになってるんですけど、いろいろやっていこうかな。ちょっとさ、いろんな見方がいいかなと思って、カメラの画角もですね毎日違う角度でやってた。あこれあれですね、余ったワックスを、この時は破片どうにかしようと思ってたんだ私。この時に破片救済してるね、ここでは。でこのあと多分8月入ってくるともうなんか破片救済はですね一旦諦めたんですけど、この時は使ったら使った分消費しようパターンだったと思う。スタンプ押しますね、スタンプ押す、ムニッと冷めたのでオープン。いや可愛い、可愛い色になったじゃない、このままでもいいぐらいの可愛いスタンプということで破片救済しておりますね。救済してるけど足りなくてワックス入れてるみたいな。ちょっとさ、あの前の画像のアフレコめちゃめちゃ難しくない？昨日撮ってアフレコする方が楽だね。ハードディスクの中入ってたからちょっと出してきたけど、いや赤ですね、赤とちょっとダーク系な色合いなので、何のスタンプを押すんだろうね、考えること分かんないね。ちょっと3ヶ月前の自分は何してたみたいな感じの浦島太郎状態になってるんですけど大丈夫。ということで冷めたのでオープン。ちょっとゴシック調の綿ができましたね。ということでこっからですね色塗っていきましょう。リアルタイムでいこうか、でもぼやけてるけど、はい、これぐらい、これぐらい撮って、これがですね、爽快なんだって塗る瞬間が、ちょっと見てて、見ててよみたいな感じ、一気にこんな感じでブワーって塗れるのが、めっちゃ良くないみたいな。この 3D だから、しかもこのスタンプが、この奥行き、このゴールドで塗ったところが光って、奥の方がちょっと塗れないところがあって、この奥行きが、すごく良かったんだけど、このスタンプめっちゃ可愛いな、どこにあるんだろう工具箱に多分入ってるからちょっと探してみるんですけど、見てこれ、ちょっと高級感アップしてないみたいな感じで、本当にあの優しく塗らないと色めっちゃつくのよ。あの優しい気持ちで塗ってあげてください。それはですねコメント欄で教えてもらった、コメントであんまり強く塗りすぎない、こんな感じめっちゃ高見えしませんか。次はですねシルバーですね。シルバーとゴールドの違い結構あるんでさ、ちょっと見てほしいのよ。ゴールドは結構色が発色が良かったの。シルバー塗ってみるよ。シルバーはちょっと控えめ、控えめ、同じ量を塗るんだけど色の発色はゴールドに比べて控えめな感じかな。マッキーペンのシルバーの方が色がはっきり出るんだけど、シルバーはシルバーでなんかねおしとやかな感じのちょっと上品な感じで仕上げたいなっていう時はシルバーで塗ったらいいかな。ゴールドの方がめっちゃはっきりした色合いじゃないかな。こんな感じ、上品なシルバーの色ができた。でこっからですねひたすら塗っていくんですよ。ひたすらこのクリームが良すぎてスタンプたくさん作ったので塗っていくんですけど、さっきシルバー塗って次ゴールド塗るんですけど、同じ量でもやっぱゴールドの方が発色良くない？こんな感じでめっちゃゴールドですみたいな感じなので、ちょっと変わった塗り方をしたいなと思ってるんだよね多分。ちょっとね、はい、この何スタンプの縁もこれ塗るとわかるんだけど、めっちゃゴールドになるってわかります？このメタリック感っていうか金属感が出るような塗り方になるので、本当にさ、ちょっとだけ塗るだけでもメタリック感がすごく出る。で、これ乾いたらね、落ちにくくなるのでいいんだよね。こんな感じで。面白いよね、半分だけ塗るのも。で、次は、スタンプいっぱい出してきて、悩んでるんじゃない？これ。どれがどう塗るか悩んで、こっちゴールドでしょうかみたいな感じじゃない。で塗り方もね結構いろいろある気がする。でこっち塗っていくねこっち塗っていくねみたいな、
これはあの優しく塗ると思う。いや塗ってない、力いっぱい塗ってる。ちょっと3ヶ月前の私どうにかしてくれん。半分塗どうする。はいはいはい、ちょっと待ってね。アフレコ下手すぎる。3ヶ月前の自分何しようとしてたんだろう。あ、これですね。優しく塗って、あのゴールドがあるんだけど、ちょっとだけ、一部だけゴールド、光が入るとこだけゴールドに塗ろうと思ったやつですね。こんな感じ。下の柄、色を生かしたい感じ。優しく塗るとこんな感じになるの。見てみて。これもこれでかっこよくない？こんな感じで塗ってみて。ということは次はシルバーがゴールドですね。またゴールド、ゴールドの。この時はですね、縁を塗るブームでしたね。多分さっきは濃いめの縁のワックス、濃いめのワックスで縁を塗ったじゃないですか。今度は淡い色で縁塗ってみたらどうなんだろうと思ったけど、これも塗っても結構メタリックっぽさが出てるんだけど、カメラこの時も夏バテしてない。ちょっとね、はい、この縁に塗るのがこの時の私のマイブームでしたね。こんな感じで塗って、いやー倍速じゃないといろいろやらかしてるの見えるけど、縁塗るの楽しいみたい。でもなんかそのペンよりはだいぶ早く塗れる感じ伝わります。こんな感じで力入れん方がいい。力は優しめで塗って、縁塗るとこの光沢面白くない？このスタンプがよりおしゃれになる。で、あの一部だけちょっとだけ染色するみたいな感じで塗ってあげると、またこれもね雰囲気が違う感じに。優しく塗ってる。優しく塗るとこんな感じで、ちょっと見て、あのなんだっけ、アルコールインクアートみたいな感じの色合いになっておしゃれだよね。次はですね、シルバー塗ろうとしてるね。シルバーね、はい、シルバーはゴールドよりもやっぱり色づきがね優しめ、優しめなんで塗っていきますけど、どれぐらい塗るんだろう。3ヶ月前の私、あ、これも優しく塗ったらどんな感じになるんだろうかっていう感じだね。ブワーって塗れるからよくない？で、このチップですけど、あの付属品のチップ今もうさボロボロになっちゃったんだよ。だからあの100均であの化粧品のチップってあるじゃん、化粧をする時のなんていうんだろう、チップってあるじゃん、あれを使ってます。ただこのチップは消耗品ですね。ただクリームは永遠に使えそうなぐらいある。で塗るとこの、わかりますかね、ちょっと立体感のある 3D がより 3D みたいになって可愛くできたんじゃない。今噛んだけど、あ、こんな感じ、こんな感じでゴールドがいい感じになる。で次も多分ゴールドの縁を塗ろうとしてる。でさっきのゴールドと比べてシルバーはそんなにね発色ゴールドより良くないって言ってたんで、めっちゃ、なんていうの、伝わるかな、あ、色的にわかるかな、そんなに発色は良くないの。発色を狙うとしたらマッキーペンのシルバーの方が発色はいいかな。なんだけどこのちょっとかすれたような水彩画のようなみたいな、そういう感じになるので、ちょっと物足りないなっていう時にこのシルバーを入れるだけでおしゃれになるんじゃないかなって思ってる。主張しすぎない上品な感じぐらいぐらい。ちょっとあのコメント欄にいつも助けられてるから、ショート動画とか長編動画、まあ、助けてもらえると思ってるから、まあ適当じゃないけど、あ、ちょっとねこれね、あの乾いたら取れないのよ、マジで取れない。なので気をつけてねみたいな感じですね。乾いたらいい意味で取れないんだけど、そこら辺つくと掃除どうなんだろうね、あ、取れなくなるみたいな感じ。取れなくなる。あ、カメラがですね、こっちじゃないみたいな。ここのさ、ブワーって塗るところが良くない？このシルバー。ちょっとワンポイントぐらい。下のワックスの色も分かりつつ、ちょっとだけ塗るっていうのが、おしゃれじゃないかなと思ってる。フレームみたいな感じ。で、次はですね、柄。
通のシーリングワックス、違う、シーリングスタンプの一般的なスタンプの柄じゃないかな。これに塗っていくね。これに塗っていくとどうなるかやっていきますね。これがね、本当にちょっとでいいんだよ。ちょっとじゃないとうわーってなるから、これぐらい、これぐらい説明下手だけど、ちょっとだけつけてささっと塗るだけでめっちゃ発色がいいのよ。この一気にスタンプがおしゃれになるアイテムなので、よくない？こんな感じよ。うさぎで、ちょっと端っこ、これも塗ってみたいなと思って塗ってるんだけど、こんな感じで、やっぱりシルバーよりもゴールドの方が発色がいいよね。で、これなんかさ、天然成分らしいのよ、そういえば。天然成分なので、それもいいよね。だからなんかね、ほんのりさ、甘い匂いがする、この染色するやつ。こんな感じで、ちょっと面白いように塗ってみた。あ、この時は多分私は縁塗るのブームだったんだろうね。縁塗りブームが来てた。で、次はシルバー塗ってみる。この柄を塗る時だった場合、シルバーでも結構発色がよく見えるの。こんな感じで。結構いいじゃん。マッキーペンのシルバーぐらいなんだよね、こっちの。こういう普通の柄を塗る場合は発色はめちゃめちゃいいんだよね。こんな感じね。で、ただ縁を塗った時か、縁とか全体を塗った時は、やっぱりこんな感じでちょっと水彩画みたいな控えめな、めっちゃ発色は良くないんだけど、この色合いがちょっと違っていいかなぐらいの色なんですけど色なんですけど、はい、めっちゃシルバーベタ塗りって感じじゃないぐらい、塗りました、シルバーいますよぐらいの、そんな感じなんですよ。わかりますかね。ちょっとやらかしてるのも映ってるけど、まあね、完璧じゃないからね、私の。なんとかしてもらおうとしてる私がいるけど、こんな感じで塗るだけでちょっとお上品な感じのうさぎちゃんができたんじゃないでしょうか。お嬢様にはいいかな。お嬢様にはこんな感じで塗れるんで面白いよね。で、次は何塗るんだろう。あ、これですね。綿の木を塗ろうと思ってるんですけど、このさ、思ったの、これはですね、伝わる？そこまでうまくは、こういう立体すぎるのだと塗りにくい。ただ、このチップをもうちょっと綿棒とかちっちゃいサイズにしてあげたら綺麗に塗れるんかもしれないけど、こういう感じで、なんていうの、立体すぎるやつは、もうちょっと細いペンとかの方がいいんかなとか思うんだけど、どうかな。こう立体と細い線があるやつは、そこまで、あ、ペンで、なんかしようとしてる。こんな感じで、弾くペンだったんだけど、塗った後に塗ったら弾かんくなったよ、みたいな感じじゃないかな。こんな感じね。まあ、失敗もさらしていこう。失敗もね、全部いいとこだらけじゃなく、ちょっとさ、はい、こんな感じで。これは塗る人のセンスかな？塗る人のセンスで、はい、こうなるみたいな感じですね。で、こっちもやっぱり、ちょっとこの、綿の部分が立体じゃない？綿の部分立体で、他のところは柄がですね、立体じゃなくて、ちょっと平面チックな柄の場合、ペンの方がいいかな。こういうのだったら、こういう立体はあれかな、セパレートの方が良かったりするんかな。塗ったところで、可愛いっちゃ可愛いけど、さっきのようなうさぎさんとかお花さんぐらいの、うわ、めっちゃ可愛いっていうラインにはならない。わかります？わかります？この可愛いけど、わ、めっちゃこれは当たりの塗り方やっていう感じではないんかなって思うけど、どうかな。で、なんか悪あがきしていろいろ塗ったらどうにかなるんじゃないみたいな感じで塗ってるんだろうね、これは。でも、まあ、これはですね、納得した感じにはならなかったパターンですよね。
こっちに塗っていくんだけど、はい、いや早送りでいっか、ここら辺ちょっとミスをですね、早送りしたらかっこよくできるんちゃうみたいな感じになってるんで、ということでですね、この綿のスタンプはちょっと迷子ですね。いつかセパレートとかしたら綺麗になるかな、なるんかな、いつかリベンジしてはいいですね。はい、ということで全部塗り終わりました。今回ですね、あのアジェストさんでお高いクリームですね、シーリングスタンプ用のを買ったんですよ、シルバー。これね、楽天さんで買ったんですよね。ネットショップがあって、でそっちで買ってみました。シルバーを出してみて、次ゴールドですね。ゴールドどこ行った？迷子？ありますね。はい、ゴールドも買いました。でこれはですね、1個買ったら一生分使えるぐらいあるかなと思うんで、ちょっと高いなと思うかもしれないけど、こういう感じで何使ってるの？って言われた時に、これなんですよみたいなことをあんまりね、あの説明下手すぎて伝わらんけど、見てこれめちゃめちゃ綺麗じゃない。ゴールドで塗ったらこんな感じで、このメタリック感というか高級感というかおしゃれな感じにできるのでいいですよね。こっち半分だけ塗ってみたパターン、もうこれ乾いてるので落ちることはない、ほぼほぼ色が落ちることがないので、この状態で可愛さがキープできるのがいいんじゃない。でこれですよ、これ失敗したんでいつか宿題でやっておきます。でこっち、これがですねクリームならではだと思うんだけど、このぼかしたようなグラデーションみたいな塗り方ができるのが、このねクリームのおしゃれな使い方かなと思うんだけど、どうかな、立体になるのでいいよね。でこっちは本当にベタ塗り、ベタ塗りだとこんな感じのうさぎちゃんのスタンプが高級感がある感じでできるかな、どうかな。で次がシルバーですね。シルバーもはいこんな感じ、後ろがこんな感じですね。これも楽天で買ったんですけど、はい、これわかります、ちょっと立体な感じに塗ると上品な感じのスタンプになって、この輝きがメタリックな感じがおしゃれじゃないかな。もうちょっと違う色で塗ってあげてもいいけど、こんな感じでお花がですねぼかしたような感じの塗り方ができるのは、ペンではできないような塗り方じゃないかなと思う。どうかな？お、これこれ、こういう感じ。この塗り方はですね、ペンでは出せないような色合いの出し方なので、塗り方次第でですね、おしゃれな感じのスタンプが、おしゃれなスタンプがよりおしゃれな感じになるんじゃないかなと思う。いや、これ可愛いよね。改めて見て。こっちもベタ塗りのように塗れる。こっちのはやっぱりシルバーの色の方がゴールドに比べて色の発色は少ない分、逆に上品な感じに見えるんかなと思う。どうかな、こんな感じ。こっちね、はい、宿題ですね。宿題、はい、宿題晒していこうみたいな感じですね。ということでですね、今回お高いクリーム使ってみたらめちゃめちゃ可愛かったのを、あのハードディスクの中に入れといて忘れてたんで急いで編集しているんですけど、見てこのさ、この塗り方が個人的にツボですね。柄とね色がマッチしたような塗り方ができました。今日はね結構長い、結構というかめっちゃ長い動画でしたが、見ていただきありがとうございます。こんな感じでですね、シーリングスタンプに関する情報を動画にしていきますので、もし少しでもいいなと思いましたら高評価、あとチャンネル登録してない方チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございます。